どうも、浦迫です。さあ、今日の浦迫何しますか。何しましょう。はい、今日なんですけれども、はい、まあ、今ちょっと巷で流行っている、うん、トークテーマをシャッフルで表示してくれるアプリっていうのがあるんですよ。ほう、トークテーマ。はい、なんか次のテーマ、次のテーマみたいな。あ、はいはい、で結構 YouTube 界隈でそれで急に出るトークテーマで投稿するとか、ね、はい、これお願いしますってあるんですけど、はいはいはい、ごきげんようみたいなことやな、ね、ああそうです、サイコロでね、何が出るかなみたいなことね、はい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 。でも、我らが宮迫さんは、はい、そうやって急に振られたトークテーマに対して、はい、面白い話ができるのかなと。まあ、ごきげんよう何度も出たことももちろんありますし、はい、僕そのトークの数ですか、はい、できるトークの数、そうですね、はい、原西が逆1兆個あるって言って、1兆個、はい、僕ね、トーク1系あるんですよ。1系怖いです。単位の系だ、はい、あ、天文学的な数字ですけれども、はい、本当に1系から1外ぐらいまで一外チャンネルで消化できないですね、その数。逆にすいません、なんか申し訳ないです。はい、ただ、このチャンネルとかそのテレビとかそういうところでできるトークは7個です。7個、はい、じゃあ7なんですよ。持ってるトーク。K ありです。いやいや、じゃあもう7個しか持ってないんです、そしたら。K から外あります。原西さん以上の詐欺ですよね、それが。はい。大丈夫ですか、いきなりパッて出ちゃいますけど。当たり前、何でも喋れる。本当ですか。当たり前やわ、さっき、はい、インストールしたんで、はい、アプリで出してもらっていいですか。これでいいのかな。はい、次のトピックへってボタン押してもらった。押します。はい、はい、でれれれれれ、おー、すごい。おー、なるほど。なかなか難しそうなテーマですけど、いいですか。はい、どうぞ。私が街で出会った有名人。はい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 、はい、この有名人が話すっていうの確かに街で出会った有名人ね。はい、まあ、一概の中に含まれてたらいいんですけど。いや、7個の中じゃダメだ。あ、そうか、そう話せないから。7個の中にそれがないとダメだから。じゃあすごい確率じゃないとダメじゃん。街で出会った有名人でしょ。はい、あ、ありますありますよ。こう早い。そう、むちゃくちゃありますよ。それだけでももう132個ある。うっ、要するに。そっちで使えるのは何個なんですか。1個です。じゃあ1個なんですよ。じゃあ7個のうちの1個引いたんやよ。よかったよかったよかった。すごいよかった。あ、でも YouTube ですから、はい、分かりやすくいいですかね。はい。ほう。そうですね。キングコング梶原ことカジサック。ああ。はい。ね、カジサックことキングコング梶原。今やどっちかどっちか。はい。まあ、カジサック、まだカジサックになる全然前かな。近所の、はい、スーパーで。僕買い物してたんですよ、子供。もう今うちの子二十歳ですけど、まだうちの子供も小学生ぐらいかな。あ、なるほど。その時に今買い物してたら、あれ宮迫さん、うん、ってなったんですよ、うん、ふっと見たら、カジサックと嫁サックと子供がいたんです。おね、はい、ほんでこう嫁サックがあ、いつも主人がお世話になってますとこうちょっと前に出で、カジサックに前に出たんですよ。はいはい、はいはい、その瞬間カジサックがあかんっつってバッと俺と嫁サックの間にガッと入ってきたんですよ。え、なんや、はいはいはい、あ、すいませんってなって、はい、どうしたんって言ったら、よくよく聞くとカジサックはもう嫁サックのことがむちゃくちゃ大好きなんですよ。それはもう動画からも、はい、もう本当に大好きなんですよ、うん、ほんでもう重度の焼きもち焼きなんですよ、あいつ。そうなんだ。ね、ほんで どういうことやねんって、ま、すごい顔で「あかん!」って俺入ってた。なんやってうちの子もビコンになって「どうしたんや?」って「あ、すいません、いや、なんかもしかして嫁口説かれるかなと思って」って。「口説くかアホ!」俺頭トントンかアホ。自分も子供連れて、はい、ほんでお前ら家族でおるとこ、なんで俺がお前の嫁くどくねんって。アホかー言って、まあまあ大きめの声でスーパーで怒ってしまった。くどくわけないよな、アホって。俺どんな人間や思ったよ。いや、違うんですよ。包み下とか案内やったらどうでもいいんですけど、宮迫さんはなんか怖いって。なんかやねん、アホ。なんか包み下にも悪いわ、なんか。っていう、まあまあちょっとほんまに怒ったっていう話です。すごい。すごい。有名人、街で会った。これカズさん覚えてると思う、事実ですから。へ、めちゃめちゃ警戒されてるじゃないですか。いや、
その後なんか知らんけどフォローのつもりで、はい、いやだってもう宮迫さん魅力的ですもんって、なんやそのフォローって突っ込んだの覚えてます、はい、ほらすごいですね。もう一系の中の一つです。そういうのあちょっと減ったな確かに、はい、一概だね。いやいや、まあ、基本一系やけども一概ぐらいまであるんちゃうか、はい、ちょっと前まで一内歌ぐらいまであったかな。一内歌内歌はいぐらいまであったのかなそんなにえ、はい、大丈夫ですか。もう一個ぐらい大丈夫ですか。全然構えへんよ。じゃあ当たり前やがや。さっき取った一概やんねやから。比べもまぶれ出てくる。いいですか。はい、次いきます。何でもいいですよ。もう、じゃあ次のトークテーマなんですけれども、はいはいはい、私が昔ハマっていた〇〇。昔ハマっていた〇〇、うん、まあ、なんかありそうですね。確かに昔ハマっていた〇〇あーもう、いや、全然ありますね。ええー、4021個あります。4021個ハマっていたものが。あそうそうハマりすぎでしょ。人生何回やってんすか。本当にもう、ありますあります。いいですか。いいですか。早いください。あの、昔自家製ピクルスを作るのにすごくハマってまして。おしゃれ。おー、すごいな。で、あの、僕トマトが大好きなんですね。はい、トマト大好きで、あのスーパーにまたその豊富なトマトの種類があるスーパーやったんで、そこでミニトマトとか、ね、ミニトマトにもいろんな色の種類がある、うんうんうん、カラフルにしよう思っていろんな色のやつ、もうねトマト何個ぐらい買ったやろ、3、40個買って、ほう、モッキーのから中玉からミニトマトの何種類か、うんうんうん、もう全部めちゃすごい、もう袋いっぱいに買って、で家で、漬け汁をまず作って、簡単酢とかいろいろあるでしょ、あれにちょっとねいろんなあのスパイスみたいなの入れたりとかして、漬け汁がうまいのできたと思って、ほんでピクルス作るにあたってあの皮がついたままのピクルスやって嫌やったんですよ。皮の食感が嫌なんで、うんうんうん、全部をそうだ湯むきしようと思って、お家にあったなんか知らんけどな、あのこんなもう炊き出しできるような寸胴あったからそれにお湯張って沸騰させてザー入れて、あの全部に切れ込み入れて、へえ、ね、それ何時ぐらいやったかな、夜の8時ぐらいから始めてザーってやって、うん、ほんで氷水のこのボウルに山ほどやって、揚げては氷水につけてこう湯むきするわけですよ。手間すごいっすね。手間すごいんですよ、うん、ほんでそれをもうその作業がかかりすぎて、うん、結局もう夜中の10時過ぎてしまったんですよ。休憩しもってやったから、はいはいはい、ほんであの嫁さこさんにあの妖怪皮むきじじいってあだ名をつけられるっていういつまでやってんの皮皮むきじじいやんって言われて、はい、一生懸命な、俺一人が食うもんちゃうで、家族のためにずっともうヘトヘトになりながら一生懸命このまたミニトマトめんどくさいね、ちっちゃいからうわーって、もちろん緑のとこなんかね、ヘタ、はい、取ってヘタなんかもちゃんとあのちっちゃいナイフで全部取ってやでやってたらいや妖怪皮むきじじいやって言われて、めっちゃ腹立ったって話お前らのためにやってんねん全員トマト好きやからさ、たまになんとかじじいってつけますよね。つけられんの、米炊きじじいとかありました。米炊きじじいは妖怪米炊きじじい、それもね家族のためにやってるんですけど、ね、確かにすげえ、ね、よくよく考えてすごいひどいことやと思われて、はい、確かに俺自分のためだけにやってるんじゃない ね、 ですね。ほんで一生懸命作ったそのねピクルスがちょっと俺が 2、3日とロケとかで開けたら帰ってきたらほぼなくなってたみたいなね食べずにそう俺食うてへんねんけどそんなにっていうねまあまあそれもねいいんですけどね。すごいすごいですね。何でもあります。ちゃんと昔ハマってたピクルス作りから、はい、はい、そっからもうやめたもん、しんどくなって、はい、なるほど、はい、あ素晴らしいですね。ありがとうございます。これいくらでもできますね。あと一概やんねんか。じゃこれサブちゃん困ったらこれやりましょうかもういいです、一概やります。すごい、一生できますよ。すごいですね。じゃあ、はい、また例えば視聴者さんからコメントで、はい、
これについて話してくださいっていうのをまとめてきて、それをくじで引くと面白い。いいですよ。あ、いいですね。ください、ください。1がやりますから。もう全部喋れますから。ありがとうございます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 。よかったら、ぜひじゃあコメントの方にもね、はい、これの件について喋ってくださいとかあれば、はいはい、いただければと思いますんで。犬の話とかでもざっくりしててもいいですよ。ああ、いい。単語でもいいぐらいですね。犬。何でも何でも、犬とか。何でも猫、ね、何でもいい、全部ありますか。アヒルとかもいいですね。あ、あるね、アヒル、はい、アヒルもらってもいいですか。アヒルやろ、はい、全然ある。アヒルいいですか、すいません。そうそれ、はい、今日はここまでで終わっとかんと。あ、ちょっと、まあ、先でもうちょい足りないんで、アヒルだけじゃあ喋ってもらってもらっちゃう。いや、十分十分。アヒルはまた別の回で。あれ一概の中にアヒルないんですか、もしかして。あるに決まってる。一概のうち何個ぐらい。アヒルは何個。アヒル、アヒルは6万4千ぐらい。いやいやいや、じゃあ1個出せや。じゃあ1個出せや、今。めちゃくちゃあるやん。出そうか。え、いや、え、いや、もういいっすよ。もういい。大丈夫。危ない危ない。やってるわけで、はい、というわけで、はい、終わりです。ラサコっぽくていいな。あ、いいっすね、はい、コメント待ってます。待ってます。